日の洗濯天気予報をお伝えします。まずはお天気をアイコンで見ていきましょう。日中は日差しが届くところが多くなりそうです。ただ西日本は湿った空気が流れ込みやすく、ところによっては雨が降る可能性があります。また道東のエリアでも午後は急な雨にご注意ください。では続いて気温を確認していきます。7時から時間を進めて見ていきましょう。だんだん時間を進めて見ていきますと、明日は広く気温が上がるところが多くなりそうです。特に関東や東海の西部のエリアでは30度近くまで上がる予想のところもあります。洗濯物を外干ししてもよく乾くところ多くなりそうですね。では改めてこちらアイコンでお洗濯情報を確認していきます。福岡そして高知では心配となっておりますが、その他のエリアでは南西諸島も含めて OK というところが広がっております。ただアイコンにはありませんが、北海道道東のエリアでは急な雨の可能性がありますので、天気の急変にご注意ください。以上明日の洗濯予報をお伝えしていきました。